ジョセフ・マルコム・ハリスは、アメリカ合衆国、ワシントン州シェーラン出身のバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。身長198センチメートル。地元ワシントン州のシェーラン高等学校時代は、同州の最優秀選手に選出されるなどの活躍を、見せた。大学は、バージニア大学に進学。 2013年に ACC のファーストチームに選出されるなどを活躍した。4年間大学に在籍した後、2014年の NBA ドラフトにエントリーした。ドラフト33位でクリーブランドキャバリアーズから指名された。ところが、2014から15シーズンは、レブロン・ジェームズがマイアミヒートから4年ぶりに復帰した年でもあったため、再建から、 優勝狙いへと路線が変更したキャバリアーズにおいて、ハリスの出場時間は限られた。結局2014から15シーズンは51試合の出場で、約10分の出場で3.8得点に終わり、翌2015から16シーズンは足首の負傷もあり5試合の出場に止まり、2016年1月5日にオーランドマジックに放出されて解雇された。 2016から17シーズン開幕前の2016年7月19日、ブルックリンネッツと契約した。2017から18シーズンの2018年3月25日に行われたクリーブランドキャバリアーズ戦で自己最多の30得点を記録。試合はキャバリアーズに121から114で敗れた。2018から19シーズンからは先発に定着し、 チームの躍進を支えた。2月には、シャーロットで開催された、オールスターウィークエンドの 3P シュートアウトに初出場、初優勝を決めた。その後も好調を維持し、ネッツのプレイオフ出場に貢献。自身もステフィン・カリーラを抑え、シーズン 3P 成功率で1位を獲得した。2019から20シーズンも平均得点とリバウンドで自己最高を更新した。 プレイオフ1回戦では、トロントラプターズに2連敗したところで、故障ではない個人的な理由で離脱して、シーズン終了となった。2020年11月23日、ネッツと4年7500万ドルで再契約した。バスケットボールレファレンス。ありがとうございます。